はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。はい、今日は6月の18日、またまた東京ディズニーリゾートのホームページで動きがありましたので報告します。はい、今日ですね、東京ディズニーリゾートのパークのですね、レストランの、フードメニュー、はい、このフードの方のね、メニューの方がですね、なんかかなり激しく大きな変更といいますか、削除がありましたので、その報告になります。はい、これですね、パーク再開に向けて、おそらくですね、パークの方もソーシャルディスタンスですとかね、感染予防っていうことで、いろいろとね、対策を取り組んでいると思うんですけども、その中でですね、パークのフードメニューがですね、こうかなり激しくなんか入れ替わってるというか、ごっそり落ちてるんですよね。でね、相当なんかね、試行錯誤してるみたいで、消えたと思ったら復活したりとか、あととあるレストランはごっそりメニューがなかったりとかしてですね、結構ですね、なんかあのちまちまアップデート更新してるんですね。でね、まあ例えばね、具体的に言うと、例えばランドだとね、あのワールドバザールのセンターセルトコーヒーハウスがメニューがね、ハッシュドビーフだけになってたりとか、あとあのガゼーボね、ガゼーボが牛カルビコーンがなくなってドリンク専門店になったりとか、あと面白いのがチャイナボイジャーで、チャイナボイジャーはラーメンのメニューが全部消えて、でいきなりトップページにですね、なんかサイドメニューのメンマとかネギとかね、煮卵なんていうのがねメニューにドーンとね来てたりとか、でそのくせね、子供用のラーメンがあったりとかね、あとはあのキャンプウッドチャックとかがね、お店あるんだけどメニューがごっそり消えてたりとかね、なんかねガッタガタなんですよね。でもレストランによってはね、メニューが半分ぐらい消えてるとこもあって、妙に生々しくね、リアリティがあるところもあるんですよ。まあ例えばね、グランマサラキッチンがドリアだけになってたりとか、あとはプラズマレイズダイナーがチキンパオとカレーだけになってたりとかね、なんかありそうみたいなね、そういうのもやっぱりあるんですよね。でね、さっきね、実はね、ホームページをバーッと見ながら、各レストラン一軒一軒をこう紹介していく動画を撮って今作ってたんですけど、これね、やめました。というのはね、あ、これは決定じゃないなっていうのがね、作っててだんだん分かってきたんですよね。例えばランドのクリパレね、ビュッフェ、バイキングね、ビュッフェがね、突然消えたと思ったらまた復活してたりして、でビュッフェって一番やっぱりね、トングとかね、お玉とか持つから、一番感染に関しては気を使わないといけないレストランでしょ。でそのクリパレが OK でウッドチャックが NG とかですね、なんかガゼーボの牛カルビコーンがなかったりとかですね、なんかね、意味がわからないんですよね。でパンギャラもね、ピザがなくてカルツォーネだけなんだけど、ピザがダメだったら、じゃあキャプテンフックスギャレーは、そうするとキャプテンフックスギャレーはピザ OK なんですよね。だからなんか整合性が取れてないし、でチャイナボイジャーもラーメンごっそり消えてるんだけど、なぜか子供用のラーメンだけは OK になってたりとか、あとね、もっとわからないのが、ランドのスイートハートカフェっていうパン屋さんね、あのパン屋さんが全部のメニュー OK だったんだけど、C に行ってみたら C のまんまビスコッティは全部のメニューが消えてたりとかね。でさらにはね、ベリーベリーミニーとピクサーのメニューが未だに残ってるんですよね。もう3月でね、メニュー終わってるから、3月終わってるから外せばいいのに、今6月になってもずっと残ってたりとかね。まあとにかくですね、整合性も取れてなくて、この作りかけ感がとにかく強いんですよね。うん、でね、さっき言ったそのウッドチャックのメニューがゼロとか、マンマビスコッティもメニューがゼロだったら、初めからもうクローズっていう風に表記すると思うんですよね。うん、でね、まあ何よりもね、パークの再開日がそもそも決まってないので、再開日が決まるまではとにかく試行錯誤で、ホームページはもう作りかけですよね、これ。なのでパーク再開日が正式に発表されて、でその時点で以下のレストランはこれこれこうですよ、でそこで初めて決定なので、まあそれまではホームページの方はですね、まあ消えたりね、復活したり、まあそういうもんですよ。なので、あ、いろいろ試行錯誤してくれてるんだなって思って、まあ前向きに考えましょうや。
ね、なんかずっと休眠で眠ってるような死んだようなね、そういうホームページよりもなんかそうやって息吹というか生きてるというか、なんかちょこ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 なんかね、増えたり減ったり増えたり減ったりって出し入れがあるってことは、その分ね、前へ前へってね、これ進んでることでしょ、うん、だからね、あ、なんかいろいろと調整して頑張ってくれてんだなーっていうのがね、なんか伝わってくるんじゃないですかって思ってます。まあなのでね、これフードメニューね、どんな風なのか、もしかしたら本当にでもチャイナボージじゃラーメンなくなってサイドメニューだけっていう、まあ確かにね、なきにしもあらずなんだけどまあ何にしてもね、正式発表を待ちたいと思います。はい、こんな感じでちょっとしたホームページの更新情報でした。じゃあね、バイバーイ。